ロジャースによるイノベーションの普及プロセス。新しいアイデアや技術が次々と採用されるにつれ、普及率はいずれ飽和する。普及学とは、新しいアイデアや技術が社会になぜ普及したりしなかったりするかや、どのように普及するかを説明しようとする理論である。イノベーター理論とも呼ばれる。社会学者のエベリット・ロジャースが1962年の書籍。 ディフュージョン・オブ・イノベーションで提唱し、大きな反響を呼んだ。彼は、普及とはイノベーションが、社会システムのメンバー間に時間をかけて、特定のチャンネルを介して伝達されるプロセスであると、述べた。イノベーター理論の拡散の起源は様々であると、同時に、複数の分野にまたがった研究となっている。ロジャースは、新たなアイデアや技術を個人が採用するために、 必要な要件として以下の5つを挙げた。ロジャースは革新性に基づき、社会システム内の個人を分析、分類した成果が認められている。アイデアが普及、拡散する過程の採用者を標準的な5カテゴリに分け、これら採用者の数を時間軸にわたってプロットすると累積度数分布の曲線が S カーブとなることを発見した。各カテゴリは、 採用順に、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レートマジョリティ、ラガードと呼ばれている。ありがとうございます。